はい、皆さんこんにちは。ギタリストのサトシです。今日もよろしくお願いいたします。本日のお題なんですけど、早弾きでございます。なぜ今回早弾きをお題にしたかと申し上げますと、まあ、早弾きってすごい憧れのテクニックじゃないですか。それで練習される方たくさんいらっしゃるんですけども、やはりですね、一向に上達しなくて悩んでいる方が多いのも事実でございます。例えばこんな感じのフレーズがあるとするじゃないですか。見た目は簡単そうですね。だけどやっぱりね、上達しない方ってこういう風に演奏しちゃうんですね。結構ドキッとされた方ね、いらっしゃると思うんですけども、今回ですね、まあ、早弾きフレーズの練習の仕方について、ゆっくり解説させていただきますので、そちらを実践していただけると、このようにですね、まあ、早いのも早いんですけども、それ以上に綺麗に弾くことができますので、皆さんで焦らず頑張っていきましょう。このチャンネルでは、ギターの超初心者、初心者、そして中級者の方々に寄り添ったレッスン内容を配信しております。最後までよろしくお願いします。ではですね、ミュート、まあ、余計な音を出さないミュートの練習にもなりますので、ぜひね、歪んだ音で練習していただいて、なるべくその、ノイズとかね、あとミスが出やすいピックアップリアにしていただけると、大変練習になると思います。もちろんライブとかで、ね、レコーディングするときになったらもう自分の好きな音が出るポジションでやってみてください。で、一番最初のフレーズなんですがこちらですね。これ言葉で言うとドレミファソラシドレで折り返してドシラソファミレという感じですね。まあループできるようなフレーズではございますけども、でこれって見た瞬間結構簡単だな、すぐできそうだなって思う方が結構いらっしゃいませんか。やっぱり何事もそうなんですけど、慢心というものがですね、上達とかですね、スキルアップの妨げになりますので、まあ、どんなフレーズが出たとしても必ずゆっくりからやりましょう。今なんですけども、実際早く弾いてないんですよね、僕。でもこれでもね、早いです。もっとゆっくりいきましょう。このように弾きましょう。で、絶対ミスらないように弾いてください。多分ね、こういう方がいらっしゃったと思うんですね。今一緒にやってみて。今ね、みたいにつまずくとか、そういうのも絶対 NG でございます。必ずメトロノームを使って練習するのが一番いいと思いますね。でですね、こちらなんですけども、知ってる方はもしかしたらいるかな、エコノミーピッキングっていうやり方で、いけるとはいけるんですけども、僕は推奨いたしません。僕はエコノミーピッキングも全然やるんですけども、で、まずは、オルタネートピッキングをしっかりやっていただいてから、エコノミーピッキングに突入するのを、お勧めいたします。まずは、オルタネート、しっかりやりましょう。そして、拍、しっかりしましょうね。やっぱりね、リズムをね、無視する方非常に多いです。ギターの上達が著しい方々、非常にですね、まあリズムをね、おろそかにする方が非常に多いので、リズムしっかりしましょう。ただの16分音符かもしれませんけども、ちゃんと各拍の頭を意識する。まあこれですね。意識するだけであって強く弾くわけじゃないですよ。これ1拍ですね。じゃあ2拍目は。そして3拍目。で、4拍目ですね。必ず拍を意識して。やりましょう。やたらめたら早く弾こうとして、まあ、そうすると手は動くようになるんですけども、演奏という意味では聴いてる人からね、拍手がもらえないような演奏になってしまいますので、やはりリズム意識しましょう。はい、では次にこちらのフレーズでございますね。これ結構ね、苦手な方多いと思うんですね。特に初心者の方々。俗にサンドフレーズって言うんですけども、一番最初に弾いた音に対して次の音はその音の3度上を弾いていく。結構ね、クラシック系の人たちが基礎練習としてやると思うんですけども、
初めてやる人たちはなかなかこれ、ね、覚えにくいと思うんですね。そもそもその弾ける弾けないっていうのもあると思うんですけど、覚えるの難しいですよね。なのでこのね、覚え方のコツっていうのがあるんですよ。で、譜面をよく見ていただきたいんですけども、まあ、全部で、ね、1,2,3,4 小節4拍と、5拍、まあ、6拍ということにしましょうか。なんですけど、まあ、初心者の方々からしてみれば、まあ、長いフレーズとして考えられるわけじゃないですか。これね、一気にね、覚えようとしないことですね。一拍ずつやるんですよ、こういうの。まあ、地味に聞こえるかもしれませんけど、これね、一番近道ですよ。いっぺんにやるとするとずっとできませんから、必ず一拍ずつやるんですね。で、僕は未だにそういう風にしております。ですね、今回のフレーズの一拍目としたら、まあ、16分布なので、この4つですね。まずはこれからやりましょう。で、初めて弾いた方はね、これでも結構ミスしちゃうと思うんですよ。で、これ自体はね、もうミスしないようにする。で、もちろんこれより遅くやるのも OK ですよ。確率にやっていきましょう。で、1拍目だけである程度はできるようになったら、次に2拍目だけでやる。で、僕の場合2拍目はフィンガリング、こういう風にやりますね。人差し指と小指だけでこうやって。こんな感じですね。で、これもある程度弾けるようになるまで2拍目だけでやります。そしたら次に3拍目に行かずに1拍目と2拍目をくっつけてみましょう。初心者の方々はね、これ1拍目と2拍目をくっつけるっていう作業だけ、続けて弾くっていう作業だけでもすごい大変だと思いますので、まあ、先に行かずにこの2拍だけに留めておくっていうのがね、いいと思います。もしですね、本当に早めに初めて挑戦するという方々がいらっしゃいましたら、まあ、これを動画を見たこの日はですね、僕の場合、まあ、1拍目と2拍目の練習だけで終わることをね、おすすめします。次の日になってから、まあ、3拍目、4拍目。で、またさらに次の日になってから、まあ、2小節目のフレーズを弾くっていうやり方をおすすめさせていただきます。ある程度やってる方々ですと、なんとなく、まあ、スケールとか、その指板の音も把握してますし、まあ、パターンみたいなのわかるから、結構あっという間に弾けるんですけども、まあ、初心者の方々はね、まあ、スケールっていうのもよくわかりませんし、この指板の音もなかなかね、まだね、覚えてないっていう方々がもう非常に多いと思うんですね。だからちょっと覚えづらいですよね。弾ける弾けないのもそうだけど、そもそも覚えづらい。ですよね、そこで焦らずですね、無理に覚える必要ございません。間違った覚え方されても、やっぱ上達しなくなってしまいますから、正しい覚え方をして、確実に進んでいく。焦らずに進んでいくっていう方法をお勧めさせていただきます。なので超初心者の方々はこれだけですよ。で、もちろんね、できる方々はその先に進んでいただいて全然 OK でございます。はい、次にこちらのフレーズなんですけど、ちょっと先に弾いちゃいます。ずっとこうやって繰り返してるだけですね。これもですね、ある程度できる人は本当に早く早く弾こうというね、意識がすごい強いと思うんですけども、それはやめた方がいいです。僕がね、こういう、まあ、同じポジションをこうやって繰り返すようなフレーズで意識しているのは、いかに左手が楽にできるかっていうことなんですね。例えば、すんごい強くこっちで音源して、見た目もすごい力んでますね。これだとずっと弾けないんですよ。まあ、続けられないっていうか。なのでそこでいかに軽やかに自分の中でこれくらいだったら、まあなんか10分くらい弾けんじゃないっていう感じの脱力感と、まあ速度でやっていきます。今全然力入ってないんですよ。なので、まあそういうフィンガリングを、ね、早弾きのためのフィンガリングを身につけるために、まあそういう意識のもとで、ただ単に早く弾くんではなく、いかに左手の力を抜いて、サボってできるかっていうのを推奨させていただきます。次にこちらのフレーズなんですけども、すごいクラシカルなフレーズで、ちょっとね、覚えにくいと思うので、さっきの2番目のフレーズ。これと
一緒で、うん、まあ、一泊ずつやって、一泊目と二泊目をくっつけて、今日は終わりにするとか、まあ、そういうやり方をお勧めさせていただきます。こちらなんですけども、タブフを見ていただいて、最初2弦の15、17、18って書いてあるじゃないですか。こういうね、クロマチック。基礎練習をねやってきた人たち、多分ねこういうのを人差し指と薬指と小指でやる方多いんですね。こんな感じで、でもちろんいいんですけども、ハイポジションになるとフレットの幅が狭くなってくるわけじゃないですか。で、まあ、指をねこうやってフレットの間にこうやって入れ込む作業、音源する作業はなかなか難しくなってくるので、僕でしたらここはこのように小指を使わない方がまあ楽かなとは思いますね。ちょっと狭すぎるので、小指を入れちゃうと窮屈な感じをしてしまうというイメージがございますので、まあ、こちらのフィンガリングもぜひ試していただきたいと思います。まあ、早弾きというか、まあ、早弾きの中でもフルピッキング系なんですけども、やっぱりですね、結構共感していただいた方、特に初心者の方で共感していただいた方は多いと思うんですけども、やっぱそう覚えられないんですよね。その弾ける弾けないっていうのもあるんですけども、一曲の中の感想で早弾きが入ってても、やっぱ32小節のギターソロでも最初の1小節目2小節目で6連符がいっぱい詰まってたりすると、もうそこだけで覚えるのがいっぱいいっぱいになってしまうという方々がね、非常に多いと思いますんで、今回みたいにやっぱり一泊ずつとかっていうね、やり方で全然いいと思いますね。まあ、重複いたしますけども、僕未だにそんな感じでやってます。まあ、僕のね覚えが悪いっていうのもあると思うんですけども、譜面を見てやるってことはあんま最近なくなってしまって、その耳コピーやるんですけども、それでも一泊ずつとか、まあ、確実にできるようにしております。もうこれ以上ね、遠回りしたくないんですよね。もう十分遠回りしてきましたから、なるべくね近道でやっていきたいなと思ってますし、それを皆さんに伝えていこうかと思っております。はい、ではお疲れ様でした。またすぐねレッスン動画アップさせていただきます。では、ね、チャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。